来てるよ。あ、俺ですか。いやでも今ちょっと絶対ディレクターがダメ。そうですよね。ずっとカンペ、アリノさんからでしたよね。カンペ3ページやってたもん。はい、1ページ目やのに。それで5秒前よーさーってずっと言ってるから、いつカンペに気づくかなって思ったの。2秒前に教えてやった。アリノさん、教えたの2秒前ですけど、はい、もう始まってます。はいはい、はい、どうぞ。はい、というわけでゲームセンター CX DVD19 発売記念。違う違う、 DVD ボックス、はい、あ、はいはい、一回配信切ろうか。わかりました。はい、はい、ゲームセンター CX DVD ボックス19発売記念、聖なる昼に20年を振り返ろう。さあ、有野さん、はいはい、始まりました。そして、はいはい、僕からですよ。あ、そうですね。いや、全然出ないんすもん。カンペが、はい、皆さんメリークリスマス。どうも、ゲームセンター CX 課長の有野です。作家の木部です。よろしくお願いします。急に緊張しだすよ、ね。さあ、有野さん、始まりました。ちょっと、ま、うん、ね、あの、うん、オープニングからごたごたありましたけど、うわ、すごい文字数だね、ガタガタ来てる、はい、あ、見てくれ、もう12,785人、すごい、あの、お手元の方で見れますので。え、あ、そうなんですか。はい、俺ら、俺近いし、そっちの方が性能がいいんで、ね、そっちの方が滑らかに、俺のカクカクカクっていう。そうなの、はい、もうちょっと引っ張っていいの。あんま引っ張った。 あ、ちょっと見えないですね。はい、はい、というわけでですね、はいはい、前回はですね、うんうん、安倍さんと、カメラの安倍さんと、うん、演出藤本さんと、はい、私という、うん、あの、もう素人とおじさんの3人が、いや、どう開けたの今の。素人とおじさん。素人か、僕から見たら全員おじさんやったりする。素人であり、おじさんである。あ、そうか、はい、6人おるけど。いやいやいや、あの、フュージョンして、はい、フュージョンして、はい、それでもまあなんとか、はいはい、切り抜けられたんですけど、うんうんうん、今年はなんと20周年ということで、はい、有野課長は。どういうこと、降臨ということで。そんなに高いところに置かないで。はい、いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、去年は何食べてたんですか、はいはい、クリスマス。え、家でこの生配信見てたんじゃない。なんかあの、設定が、なんかの設定がうまくいかないみたいなことをおっしゃってましたよね。ああ、 YouTube かな、 なんやったっけな、なんかが見れないみたいな。あ、そうだ、GoPro の設定だ、はい、そうだそうだ、オンラインサロンを始めてて、で、GoPro のなんか接続をずっとやってた感じがする。まあ、多分 GoPro と携帯をね、はい、だったら来てくださいってことで、今年、はい、お越しいただいたと。そうだね、プロがいっぱいおるからこっち来た方が早いね、はい。はい、さあ、というわけで今回から、はいはい、今年からですね、あの、公式 YouTube を始まりまして、うんうん、という中では初めての生配信になるんですかね、はい、になる。去年やってたのは何なの。去年は一応あの DVD ボックスの同じイベントの配信場所が違う。あ、配信場所も同じなんですけど、うん、一応公式 YouTube チャンネルができて、うん、そこの中で生配信やるのは今回初めてということになっております。はい、さあ、今回生配信ですけれども、はい、DVD ボックス19発売を記念して、うん、こちら目の前にずらっと並んだですね、 DVD ボックス今までの、あ、1から、はい、出て、今回最新作は19ということで。はい、はい、こちらをちょっと振り返りながら、うん、番組の歴史を、あ、1から、はい、まあ、1からというか、まあ、あの、気になったやつをちょっと見ながら、うんうん、でもこれ以外にもあるでしょ。そうですね、アメリカとかスピンオフ的な、うん、あのメガドライブ版とかもありますし、うんうん、はい、今回はその、なんていうんですかね、ドラゴンクエストでいう 1,2,3,4 みたいな、そこだけ。え、どういうこと。あの、ドラクエモンスターズとかは入ってないってことですね。ああ、そうか、はい、そういうことです、はい、そういうことね、はい、うんうんうん。さあ、生配信ということで、去年に引き続き例のものを用意しているそうです。何、はい、万が一放送に適さない発言などがあった場合、うん、こちら、うんうん、はい、音を消されるってこと。そうですね、はい。あ、じゃあちょっと内緒の話するとき音を止めてくださいって言って。そういう使い方もありますの、できるってことだ。ラジオっぽい遊びだ、はい。去年はあの、はい、安倍さんと藤本さんがいたので、うんうん、やたらあの音が多発されて。あ、言い過ぎですよっていうストップの場合もあるしってことだ。はい、ということですよね。はい。はい、うん、はい、そうですね。はい。おかしい。龍角散飲んだのにすげえ声ちっちゃい。
プロデューサーの菅です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。アルさん、机の上に入閣者を放り投げたんだよ。来ました。聞くんすかって聞きますよって言ったから。ガラガラになりだしたら、ガラガラになりだしたら飲むでいけるんですか。で、大丈夫だと思います。その時にいただこう、はい。はい。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、では、木部さん。はい、わかりました。くれぐれもこの音を頼らないように、はい、はい、わかりました。お願いします、ね。はい、僕あのこれ察知して出さなきゃいけないんですよ。ここまでいったら踏み込みよんなこいつっていう感じでね。来るってことね。ちょっと食い気味でいかないとこれやったら、ね、間に合わないんで、ね、生放送なんで、ね。わかりました。よろしくお願いします。はい。というわけでまずはこちら DVD ボックス19について語ろう。よっ。さあ。16日に発売されましたボックス第19弾、こちらですね。先週、はい、ちょっとラインナップを見てみましょう、はい、こちらですね、はい、あ、出すのね自分で、はい、出します。、はい、キャプテン翼2、うんうん、スーパーストライカー完全版、はい、F-0 の X、 ほう、スーパーボンバーマン、新熱血硬派国王たちのバンカー、はい、ラフワールド、ナッツ&ミルク DVD 限定ディレクターズカット版。これどれぐらいカットしてんの？生配信で300分とかやったんでしょ？そうですね。ただでも早めに終わって300分ないってことでしょ？そうですね。それをさらに編集してると。ほぼほぼまあ90分ぐらいまで、はい、へえ。ほぼほぼ入ってると思います。90分やったらね。はい。うん、あ、そうか。あのちょっとあの木部君の方にとかその中継を一回切ったら、そうですね。短くなると。ナッツ&ミルクの挑戦部分は概ね入っていると。うん、はい、はい。揉めてる裏側を映ってんの？揉めてる裏側入ってない。早めに上げやがったぞ課長って。もういろん石田さんが各所いろんなところに電話。これあかんやつ。でもあの裏側取っとけばよかったなと思いましたね。なんか林さんはすげえコンティニュー編集長の林さん、はい、すげえ裏側が楽しかったって言うてあったけど。バタバタ感が、はい、日曜日やからもうなんか他のソフトも許可取られへんよみたいになったんでしょ、うん。そうなんですよね、うん、奇跡のパネポマイと繋ぐんです、繋がるんですけど、はい、キム先生ずっとデコしか見えてへんけど。そして、はい、ジョイメカファイト、はいはい、対戦のやつだ、はい、ロボットモンので得点挑戦がようやく実現しました、うん、メタルギアソリッドということで、はい、ようやく、はい、あ、やりたいのはやりたかったんや、ずっと。そうですね、ずっとやりたいなっていうこともあったんですけど、うん、20年経ってたし、はい、タイミングも含め、まあ、もともとプレイステーションのゲームは対象外だったので、そうか、はい、番組が歴史を重ねる中で回帰になりまして、うん、そして、まあ、いいタイミングが合いまして今回、はい、鈴木ディレクター渾身の作とね、大変でしょうね、編集ね。編集、そうですね、もういろんな人が、菅さんの多分私のナレーション原稿も、うん、この間見かしたら1万4000字とかちょっと短編小説ぐらいのワード44枚とかなんで、ほぼナレーションで処理されてるの。いやいや、ナレーションだけでそれぐらいあるから、うん、編集とかもそれこそテロップする人とか、菅さんの多分ナレーションよりもかなり大変だったと思うんですよね。いや、もう本当に大変だったんだけど、はい、その前の逆転裁判がひどすぎたから、うん、その前の年の、はい、あれに比べたら、うん、もう全然なんかいらんこと言ったでしたね。ひどすぎたって言ってから音を入れてましたけどね。さあ、有野さん、メタルギアいかがでしたか？はいはい、僕まだ見てないよ。ただ挑戦されてますよね。挑戦したよ、はい、何日？2日2日間ですかね、うん、はい、なんか鈴木ディレクターはすげえ詳しいから、はい、こっちが持ってる知識を投げかけんねんけど、だいたいそれ2ですって言われる。あ、でもちょっと分かりますね、はい、1何やったっけっていうぐらいのやり込んでたはずやねんけど、全然覚えてないもんね、はい、楽しい、かなり、はい、うん、こちら評判もいいと聞いております。どうやったんやろな、なんかでもほんまはスパイもんやから逃げなあかんやつやん。あ、そうですね、でも課長バンバン売ってたやん。そうですね、まあスタイルは人それぞれということで、うん、うわ、そうか、はい、ちなみにですね、はい、こちらすみません、お話の途中、はいはい、目標2万人、うん、同説今超えました。嘘、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。あ、メリークリスマス。ありがとうございます。申し訳ないんですけど、はい、目標金額あの3万に書いてもらっていいですか？どこですか？あ、ここ。ここに貼ってあったんですね。3いけるかな？4にしときます。4やといきやすいの。4いきやすい。4いきやすいです。大丈夫ですか？24万人に見えないですか？おしゃれな24みたいな。
ちょ、4に見える。4、はい、見えますね。じゃあそれで。はい。さあ、そして4行くかな、はい、今回の DVD ボックス19、はい、こちらですね、購入する先によって、うんうん、はい、ピンバッジが、こうやって王様のピンバッジの色が、え、全部一緒じゃん。はい、いや、ちょっと違うんですよ。え、嘘、はい、違うの。見てください。え、あ、背景の色が、はい、あ、ほんまや、表情は、これが一番っぽい、はい、そちらが一般の一般店ですね、うんうんうん、で、次がアマゾン、はい、楽天、ヨドバシと書いておいたら、はい、後ろに書いてあります。いやこれは見せられへん。後ろに書いてありますよ。見てる人がよ。あ、でも確かにそうですよね。下に書いてあって別に悪いもんじゃないですよね。なんでこっち殺風景やのにさ。いいシステムですね。一般って。一般、はい。さあ、コメントも続々来ております。あ、イーグルさん、ヨドバシカメラで買ったと。アマゾン。はい。ちょいちょいね、あの悪徳商法だってのも入りますね。あ、木部先生声張ってちょっと張り気味でいきます。はい。あっと、有野さん、え、違うの。裏と見比べてみてください。え、どういうこと。楽天ブックスでしょ。後ろ見てください。ここヨドバシカメラって書いてるよ。どういうこと。え、赤が楽天ブックス、はい、あ、そういうこと。抜いちゃえばいいじゃん。まあそうですけどね。はい、頭固かったです。何なのそれ。すいません、はい、このペースで行くんですか。はい、いや、もう次行きます。大丈夫です。はい、何ですか。はい、はい、できました。これ、はい、これが、各店舗であるということですね。はい、はい、というわけで、はい、アニさん、ちなみにですね、はい、せっかくなんで、うん、第1弾のだけちょっと見てみましょうか。おもりが欲しい。はい、はい、こちら記念すべき1作目、はい、後ろにタイトルが書いてあります。スターホース。スターホース、そうなんだ。で、スーパーマリオブラザーズ2、はい、アトランティスの謎、魔界村で、タマゲーとプリッツオブペルシャとスーパーマリオブラザーズ3と特典映像でトランスフォーマーコンボイの謎と、うん、アリノのリアクション。アリノのリアクションなんてあったんですね。全然覚えてない。なんか思い出のソフト1個ありますかね。スターホースかな。あ、覚えてます。高橋名人とやったやつじゃないの。そうです、そうです。だからきっちりあの全部クリアじゃなかったんじゃないですか。そうですね、ラリオス攻略してっていうもので、うん、であそこで東島さんが見本を見せようってことで入ったんですけど、うん、まんまと失敗して全然できん、はい、でも東島のあれは緊張でじゃないよね。ただできなかったってことでしょ。どうなんですかね、あれ。当時は別に AD が出るシステムでもなかったですし、うん、なかった。で、何だったら出ちゃいけなかったんですけど、うん、もう兄さんがものすごく苦戦されてたんで、うん、そういえばなんか東島できてたなと思ったんで、あの現場で、あ、急に東島君できてたよねって、東島も普通に、うんうん、あ、僕できましたって言って出てきて、うん、あの様です。出てきた菅さんがすごい。菅さん当時あそこのブロック担当だったんですよね。そうですね、ディレクターですから、うん、はい、ですごい面白いからって言って、うん、あの頃って、うん、AD さんがああやって画面で見切れることあっても、うん、中心人物として描かれるってことはほどもなかったんですよね。絡むってことなかったっけ。はい、それを AD 当時まで面白いってなって、で後に助っ人システムが生まれて、うんうん、もっと言うと地上波でその後 AD さんがなんかちょい足ししてこれが美味しいとか、なんかその AD さんが出るようになったじゃないですか。あ、テレ朝で多くなってきてたよね。はい、そうですね。テレ朝とかなんか食べたりとか食レポする感じになって、あれの原点多分東島くんじゃないかなって。いや、あの原点言い出したらもうやえんじゃない。そうか。終了ですかもしれない。そうですよ。ただあの助っ人システムでも間違いなくあそこで生まれて、うん、ああそうか、あそこでだ、はい、なんか何でも元祖になろうとする。いや、でも本当にそうだなと思って、あの、そうやな、東島さんのあの失敗があり、それをゲラゲラ笑った菅さんが採用してくださったおかげでこう、うん、あのシステム生まれて、あの頃はまだダメだなって言い合えてた感じやもんね。そうですね、 AD のコーンとね、はいはい、井上ぐらいまでかな、
それが言い合えてたの。どういうことですか？あのちゃんとサポート AD みたいな形になりだしたよ。はい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 。アナさんもうこのステージ3時間やってますよって言うてくる感じじゃなかったじゃない。あ、そうですね。それはもう課長の年齢が大ごとによってなんか、はい、スタッフは優しくな、いや若くなっちゃうからもう強めに言おうって感じなのかな。そうですね。最近の犬谷とか強み感じます？強み感じる。強み感じて課長可愛く映るなってどんどん許容してる感じ。あ、そういう感じなんですね。そうですよ。一個もう、うん、最近の若いままとかじゃなくて、あ、もうそっち行ったらもう老害って言われるんですよ。でーって言ってるぐらいの方が。なんかの回とか、うん、もう舌打ちしてるんじゃないかってぐらい有野さんにぶち切れてる回があるんですよ。なんでできねえんだよみたいな。舌打ちはないけども、猪谷のこの何やろうな、あの雰囲気がそんな感じに見えるじゃない、はい、怒ってる感が、あの普通の顔が怒ってるように見える感じの人なんじゃない。だ、課長と一緒ですよ。機嫌悪いかな。挑戦前に、うんうん、まあいろんなパターン想定して打ち合わせするんですけど、うんうん、AD さんとかディレクターさんとかと、うん、でいろいろこんなこともあります、うん、いちいち猪谷君の場合でも有野さんなんでどうなるか分かんないんでこれが意味がないかもしれませんみたいな、うん、意味がないかもしれませんみたいな。想定通り動いてくれたことないんだ。想定通り、まあ動かないもんね。まあそれがね良さですからね。はい、今後もぜひウェルカムな姿勢で AD さんとお付き合いいただけると思います。これも発売中と、はい、一の方もね、はい、若い課長が見れます。はい、あ、そうか、 YouTube でやったのこれに入ってんのか。いや、これは入ってないですね。アトランティス入ってますね、うん、はい、っていうことだ、はいはい、さあ、そんなゲームセンター6も20周年に突入しました、はい、ということで続いてまいりましょう、うん、ゲームセンター CX ニュース。さあ、ここで番組から有野課長、はい、そして配信をご覧の皆様に発表があります。何、例のものをお願いいたします。そんな大層なの。さあ、では犬谷くん紹介お願いします。はい、こちらです。あ、ゲームセンター CX20 周年博覧会チェキスポ開催します。おお。何、ちっちゃい声でババンって言ったけど。そうですね。じゃあこちらの詳細をですね、はいはい、番組プロデューサーの菅さんから説明していただきたいと思います。はい、博覧会、有野さん実はですね、はい、5年前に、うんうんうん、博物館、あ、やったやりましたよね、うん、で今回も、まあ、あの同じ HMV さんでですね、はい、何かできないかということ で、うんうん、で今回はまあ20周年ということなので、博覧会エキスポにしようと。エキスポ、はい、でエキスポなので、うん、まあ、CX なんでシェキスポと。あ、はい、あ、本当だ、はい、あ、シェキスポなんや。これあのシェキスポ、うん、全然社内で浸透してないんで。だってあのいつやろう、この間なんかこれの告知する時もシェクスポってギリギリまで迷ってたって。まだシェクスポとシェキスポでどっちか迷ったんですけど、シェキスポとシェクスポ派で分かれてたってことや、はい、でもどっちでもええっていう人が大半やったっ。まあ20周年のイヤー突入を記念しまして、はい、全国で5カ所、うん、ほう、まずは東京渋谷3月4日2023年3月4日から4月の2日、ほう、渋谷の HMV ブックスの6階で、やります、うんうんうん、でその後仙台、はい、名古屋、大阪、福岡と巡回予定でございます、はい、で、詳細に関しましてはこの後16時から特設サイトを立ち上げますので、ぜひそちらもご覧になっていただいて、で、うんうん、詳しいところは公式ツイッターでもどんどんお知らせしていこうかなというふうに思っております。特設サイト、はい、へー、あ、このここの YouTube じゃなくて別のサイトが出来上がると。はい、シェキスポの。シェキスポの。はい、振り金振っといた方がいいと思う。シェキスポですね。シェキスポ、はい、わかりました、はい、やっていこうかなというふうに思っております。はい、わかりました。書いといた方がいいんじゃない、日にちとか全部。あ、そうですね。で、ここに裏側に貼っといたらいいんじゃない。3月4日が。先生のところに置いといたら。はい。先生書くのが仕事だ。はい、わかりました。ゆうたさん、ゆうたさん。あの、なんかさっきの意見で言うことはないですか、別に。違う、お稲荷君的には、僕そんなこと言ってねえっすとか心当たりはあります。言うとったんかい。あるんだ。いいよ、下がっていいよ。ありがとうございました。でね、まあ、前回もあったんですけども、今回も19年分の年表であったりとか。前回やったのに結構、はい、さらに追加して
とかですね、5年分しか追加できないじゃないですか。いや、そのまた新たに作ってますので新事実も含めてですね、はい、新事実VR とかもやるんですか。また VR というよりも今回はなんか VR でこう課長の部屋が見れるありましたね、はい、今回はうん、まあ、前回も好評だったんですけどフォトスポット、おうおう、あの朝鮮部屋のパネルが、はい、皆さん写真撮り放題のところとか、うん、課長のとこ座って AD の子が週替わりでおるみたいな、はい、あとあの番組の、うん、でもうほんと20年なので、はい、グッズで作った T シャツ、うんうんうん、その歴代の T シャツを展示しようかなと、はい、一番まだ在庫抱えてるやつとかあるのかな。在庫抱えてるやつもうほぼないんですけど、ほんとずっと売れなかったのは普通です T シャツかな。あとタニーのあのタニーの 3L T シャツじゃないですか。あ、サニーだってタニーは売れなかったですね。タニーの 3L T シャツあったんじゃない。はい。みたいなものもあの展示させていただきますので、うん、はい、ぜひ皆さん楽しんでいただければというふうに思います。随時なんか何を入れるかっていうのは発表していくと。そうですね。はい。はい、で、グッズに関しましては、うん、年越しの おっさん3人の15分の番組の中で、うん、はい、ご紹介しておりますので、あ、ここで売るやつを、はい、はい、それも皆さんチェックしてください。あ、そうだ、これだ、これでなんか課長の宿題すげえ増えてたんや。なんか宿題出たんですか。宿題出てた、それダメですって言われたりとかして書き直したりとかしてた。あ、書きって言ってもうたそれは大丈夫です、はい、あ、そうですか、はい、はい、どうやって貼ろう、どこに貼ろうかな、これでいけんの、全然だ。あ、そうだ、クリップついてる。クリップついてる。1個でいいですよ。真ん中に。はい。あ、1個でいいじゃん。十分。はい。2個。2個。1個でいいじゃん。はい。さあ、全然開き見えへん。はい。たくさんの方に来ていただきたいですね。そうですね。はい。うんうんうん。さあ、というわけで行けるとこあるかな、はい、はい、アニさんも、もしかしたら、うんうん、サプライズでどこだろう、北海道、あ、北海道ない、名古屋行けんのかな、あ、大阪は行けんじゃないかなそのスケジュールとかじゃなくて、地名でですか地名で、はい、仙台も、仙台行きたいな。あ、ぜひ、あの去年私、去年というか前回、はい、は仙台行かせていただいて、はい、すごく良かったです。ただ君先生、博多の墓がなんか非常に怪しいな。ええけど、はい、はい。さあ、あ、コメントですね。あの、あ、コメント。はい、気になるコメントありました。気になるコメント、はい、全然見てなかったけど。ですね、ゲームやらないのかとか来てます。はい、行きましょうか、有野さん、そろそろ。え、行く？はい。タニーティッシュ、3L いらないなって言ってた。でも今ダボとしてるの流行ってんでしょ。あ、そうですね、うん、なんかあの店によっては XL からなくなるみたいな。へえ、はい、でも 3L でかすぎってみんな言ってんだでもなんかこんなアホみたいなの出したいな、またクスダの 2L T シャツとか出されない 2L だけですか2L だけ、クスダの 2L、2L G じゃん。リスク、袖なし G じゃん。リスク高い、袖なし。スギちゃんしか買わないですよ、ね。ダメか。さあ、リッドさん、はいはい、いよいよ来年は番組20周年、記念の年となります。うんうん、はいはい。生配信だもんね。そうですそうです。おかしいな。おかしい。いつも通りですよ。はい、ということで、はいはい、こんなのを用意しました。初心に帰ろうのコーナー。何ですか。さあ、有野課長がレトロゲームのエンディングを目指す、はい、ゲームセンター CX、はい、有野さん、有野の挑戦がメインになってから一発目のゲーム、うんうん、つまり番組の原点、はい、何のソフトか覚えてますか。え、チャレンジャーチャレンジャーちょっと惜しいですね。チャレンジャーじゃあちょっとそちらをチャレンジャーじゃん、電車のところの面とか。え、もう口に出せばいいじゃん。チャレンジャーじゃないの。なんか紙袋出してこれじゃあ見せてください、こちら。チャレンジャー2回目。はい、2回目。惜しい。あ、これ1回目。はい。何このチラシ、おもちゃ屋さんに貼るやつ。今回、はい、あの当時のものを、うんうん、サンソフトさんが持ってきてくださりました。へ、はい、はい。はい。
というわけで記念すべき最初はこのアトランティスの謎から始まりまして、そんな難しいのやってたの、はい、公式 YouTube の方でもアップされてます今、うん、はい、一期もあるけどそうですね、裏は一期気になるけど、一期気になるけど一期もやりましたよ一期もやったよね、はい、一期さ、はい、あの一人やから一期ちゃうんじゃないの、なんかみんなで集まってさ、なんかオンラインでみたいな、そうですよなってたね、はい、なんて言えばいいのあれ、一期オンライン一期オンラインっていうソフト、あれ一期みんなで一期、なんかちょっとタイトラーでしたけど、うん、だいたい一期ってみんなでやるよね確かにそうですねでもみんなでやるのになんで一人か二人しかおれへんねんって言ってて、なんか、はい、確かにオンラインって言い方してたのかな、なんかみんなでやられへんのかなって言ってたのが何年後かにできるようになったってことや、はい、あれさ言った方がいいですよ、何元祖ですってやだって元祖ですって恥ずかしい、さあそんなはいはい20周年を迎えるにあたり、うんうん、初心忘るべからずということで、はい、今回はこちらアトランティスの謎を久しぶりにプレイしていただきたいと思います、ということでワープ次第じゃないのあれって、ここからはですね天の声さんにお任せしたいと思います、はい、がこちらのチラシとともにですね、はいはい、先ほどサンソフトさんからこちらお土産いただきましたんで、うんうん、名古屋、はい、あの会社が愛知県にありまして、はいはい、あ金ピカのゆかりだ、あの硬いせんべい、はいはい、うまいやつだ、はい、こちらをお納めくださ い, ありがとうございます、はい、というわけで、はい、アイさん頑張ってください、 ありがとうございます、はい、あもうどっか行くの、はい、はい、私はここまでということでありがとうございました、久美さんどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、あ、なにゴミ持って帰ってもらって、あ、はい、わかりましたあ、じゃあこれここゴミ、はい、ありがとうございます、お立ちもあ、これ加納君に、あ、わかりました、はい、ありがとうございますではお願いいたします、あ、お願いします、はいささっと書いていくんや加納君にっていうのをさらっと受け取ったからです君さん、あっちから君君、そっちから帰れる、前失礼しますここ飛んでややばい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 、コードコード、はい、あ、君先生でした、ありがとうございました君先生、あの昨日の加納さんの方でも、うん、はい、あのやってたんですよ、うんうんうん、あ生配信を、生中、うわすげえ、生 YouTube を、うんうんうん、なのであの連続ということでねもう YouTuber じゃないですかあの人作家 YouTuber、 はい、へ、さあ有野さん、はい、どうぞ食べていただいても大丈夫なんですけど、はい、いただきます、ここからは私天の声が進行させていただきたいと思います、はい、もう普通の生放送の感じやんはい、よろしいでしょうか、はい、はい、アトランティスの謎、当然覚えてらっしゃらないと思います、うん、全然思ってない、はい、真っ暗やこの面って言うたのは覚えてる相変わらずの断片的な記憶ということでね、うん、さあそれでは参ります、有野課長初心に帰るアトランティスの謎3番勝負、はい、さあ原点ともいえるアトランティスの謎なんですけども、その中から、はい、当時苦労した3つのシーンに挑戦していただきます、苦労した方を、はい、はい、それぞれチャンスは最大残機の9機、はい、9機からスタートしていただいて、うん、3面を、まあ、それぞれ9機ずつあるということですね、はい、はい、で、現在当時の挑戦は YouTube でも配信しております、はい、では最初に挑戦するシーンはこちら、日谷さんお願いします、最初にプレイするステージはこちら、はい、空のステージをクリアせよ、おーおーおーです、あれだ、雲んとこだ、あ、覚えてらっしゃいますか、雲んとこ、あ、YouTube でちょっと見ました、あ、なるほど、ただなんか見たところでなんかボタンのあの押す感覚は思い出されへんと思うけど、ゲーム前半での最大の難所だったらしくてですね、はい、うんうん、まあ、ひたすら右に進んで次のステージへの扉を目指していただきます、はい、有野の挑戦では3時間ほど行き詰まったということなので、そんなに、本日これにて終了の可能性があります足りないですよね全然足りない、残り1時間半なのでもう全然足りないです、うん、いい、はい、わかりました、はい、では有野さんよろしいでしょうか、はい、では参りましょう、はい、有野の課長初心に帰るアトランティスの謎、空のステージ挑戦開始、はい、ゲームセンター CX 課長オン、あ、10面目、危ない危ない、あなるほどね、思ったより早い
なるほどね、ちょっと手前から行かなあかん。でこう雲乗れたっけこれ、届かないおお星取られへんね。2個分しか行かれへんな。思ったより進んでないの。あ、違う、浅い、残念。うわまた一からか、めんどくさいめんどくさいな。アヨさん、あ、はい、ちなみに、はい、クリアした時はあのブーツを取ってたらしいんですよ。あ、雲乗れるやつ。はい、でも今回はありません。ああ。行けてたところが行けなくなってる。残り6機。ボタン何段階あんねやろこれ。うわもうジャンプがショート中が入り乱れてる。違う、残り5機ちょっとコメント見てみよう。コメントにコメントにヒントあるかな。ちょっと映像ずれてた。スター取るかな。スター取れない、難しいのって言ってる。東島さんがうおって落ちたやつかって。みんな東島さんを知ってんねや、すげえななんか YouTube をやるにあたってさ、もう課長まだ現役でやってますせかんとかさ、あこういうのがあるんだとか、そういうのをやる方がいいんじゃないっていうので、ライトユーザーをこうもうちょっと戻したいなって、とか新しく開拓したいなっていうところやったけど、怖そうばっかりじゃないの東島さんって言ってるから結構近く感じてるからさでも今回生挑戦を見るのが初めてというファンの方もいらっしゃると思いますので、うん、あそうか、はい、残り5機で奇跡を見せてください残り5機で、わかりました、見せましょうゲーム実況の素ですからねでかい。あ、宝箱もうない。ここだ。ここです。ここ絶対2個じゃ無理やもんな。まず一マス進むべきですね、これは。おお。うまい。ちょっと飛んでんな。過ぎてるな、ちょっと飛びすぎてる、ちょっと飛びすぎてる。あ、違う違う、残念、アイノさん、ちょいすぎる、はい、今ので半分ぐらいだそうです長すぎるあれで半分、ふふただなんとなく覚えてはきましたね、ジャンプの大ジャンプ、中ジャンプ、小ジャンプ、なんか3段階ぐらいあるんですよね、これ。違う、小ジャンプ狙いになって思ってる違う、難しい。あ、違う、残り2機荒くなってる、ちょっと荒くなってるよ、プレイが。あ、違う、ラスト1機、お、違う、危ない、あ、違う、全然違う、あ、どんどん短くなってった有野、残念、クリアならず こんな
もんですよ。え、兄野さん、はい、やはり3時間かかりますねこれね。かかるね、はい、全然進まなかったっす。なので、はい、クリスマスイブこれで潰すわけにはいかないので、うん、一旦ここは残念クリアならずにします。うお、はい、でまた後ほどですね、はい、もし何らかの形で時間が余ったら何らか、はい、この面をもう一度帰ってこようかなと思っておりますので、はい、はい、もう一回戻る場合やんね、怖いな。、はい、さあそれではですね、次の挑戦に行く前に、はい、このミニコーナーをご用意いたしました。題して、はい、聖なる昼にあいつ何してる。何だ。番組20年の歴史の中で有野課長をサポートしてきた歴代の AD たち、うん、はい、彼らはこのクリスマスイブの昼に一体何をしているのか、ほうほう、久々に連絡したいと思います。はい、はい、ではまず一人目の元サポート AD、 電話がつながったようです。誰だ、どうぞお声掛けください。もしもーし。あ、もしもーし。え、もしもし。あ、もしもーし。ちょっと待ってください、これ誰だ。誰だこれ。何かヒントの言葉をもらえますか。ゲームオーバーですとか一気やらしてプラス最後言ってもらうとか。課長って呼んでみてください。課長誰だ。鶴岡かな、誰だ。ちょ、鶴岡だったらちょっと歌ってもらうと。ちょっと東海道の歌歌ってもらっていいですか。すいません、ちょっと私は東海道の歌ちょっと分かんないんです、すいません。あー分かった、あー分かったけど名前出てこない。ごめん。誰や、誰やったっけな。有野さん、誰やった。あ、はいはい、それはかわいそうです。ここ最近の方の AD。 お、最近の方の AD、 はい、なるほど、違うかもしれないですね。ちょっと大人ですよ、もう笹野とか東島とか浦川とかあの時代じゃなくてもう一個。ああ、じゃあ合ってるかもしれません。ちょっと大人やねんな。ちょっと大人やねんな、ただ名前出てこへんな。コメント欄の人は分かってんのかな。コメント欄の人は分かってます。東島さんだって言ってる人おったよ。あ、残念って今ここ来てるわ。一番の功労者なのにって言ってますよ。あー、ほんまや、日本ともさん、エモツさん、エモやん、ほんとだ、エモツさんですか。あ、そうです、エモツさん、ご無沙汰してます。やっぱりな。久々、エモやん。名前忘れないでください。そうやな、24時間の時に、レミングスの時に、あれ、はい、エモやん、違う、はい、そうです。M1 やったっけ、社内恋愛してた人、はい、違うか。もしもーし。久しぶり、M1。 びっくりした、ここ音楽ならへんの。ちょっと背中を押された感じがしたから、もうやめとくわ。何してたの、エモやん。あ、今ちょうどお昼ご飯食べながら番組を見てました。あ、遅いね、お昼ご飯。そうですね、ちょっと朝バタバタしちゃった。バラバラで。もう子供でかくなった。子供はそうですね、今1歳と7ヶ月ですかね、うん、大きくなりました。まだまだだ、まだまだだね。もしもーし。もし。家、自宅ってこと。あ、自宅です。あ、休みだ今日。はい、休みいただいてます。出して、1歳7ヶ月出して。喋れる。ちょっと喋れるかな、喋れるかな。どう、出していいの。喋れるか、
でもこう、こうせえへんのか、今のは。ふみちゃん喋れる。ふみちゃん。ふみちゃん。喋って。喋んない。課長ですよ、ふみちゃん。そんなね、名前忘れた課長のことなんか知らないっすよ。それは正しいよ。それは息子も怒るよ。それ何？ポ？ん？ポテト？ポテト？なぜ課長にポテトと言わす？面白い。あ、すいません。なんか緊張、うん、緊張してるみたいで全然喋れない。すいません。電話っていうのに緊張するってこと？ちょっとただならぬ感じが父親から出てるって思ってあるある。急になんか親の方がええとこ見したいって思ったのにグッて子供になるやつな。エモトさん、エモトさん、エモトさん、はい、あ、最後にこう20周年を迎えるラニオ課長に何か一言ありますか。あ、もう本当に20年間すごく長い間のお疲れ様です。これからも体に気をつけて倒れるまで頑張っていただきたいと思います。OK 倒れるまで頑張る。前のめりに倒れます。はい、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。エモヤメリークリスマス。もしもし。さあ、有野さん、はいはい、江本さんでしたけども、はい、倒れるまで頑張ってくれと。そうね、倒れるまでだよ。倒れてようやくゲームオーバーになれるってことや。、はい、死ぬ気で働けということを江本さんからのメッセージでしょうね、これはね。死ぬまで働けないですね。死ぬ気じゃなくてもう倒れるところまで行ってほしい。はい、分かった、頑張ろう。江本さんといえば、24時間のレミングスですよね、やっぱり。うん、うん、やった、めちゃくちゃ頑張ってくれましたけども。ああ、そうか、レミングスは日本のソフトの。そうですね、それはまた別のソフトになってますけどね。はい、山、はい、さんどうもありがとうございました。24時間やったんですよね、この少ない人数で。はい、そこで分かったんですよね、なんか24時間テレビって27時間もそうやけど、いろんな番組が集まって一本にしてるから、その番組が終わったらそのスタッフとかみんなバタって廊下で寝たりとかするような感じで倒れる人が局内でいっぱいおったりするんですけど、これで24時間やろうってなった時、やろうやろうってやったけど、1個の番組が24時間分やるから誰も倒れられないんですよね。何これみたいな。いや、もう本当に時々やっぱ24時間やってほしいみたいなのがね、うん、あるんですけど。そうなんや、もう、ま、僕と有野さんの中では二度とやらないっていうので、もう。そうですね、はい、あれお客さんも12時間交代でなんかお客さん入ってもらって変わったりとかいろいろしたり、ね、はい、しましたけどね。あれも面白かった、はい、寝てる人おったりとかして、いい思い出は一つもありませんけどね。マッサージ師の人楽そうやったけど。誰も来へんっていう。さあ、有野さん、はいはい、挑戦に戻りたいと思います。はい、続いてのシーンはこちら、野谷さんお願いします。はい、続いてのシーンはこちら、ギリジャンのステージをクリアせよ。何やったっけ、全然覚えてない。覚えてないですかね。ステージの98、はい、最大のジャンプをする通称ギリジャンステージ、うんうん、落ちたら抜け出せないエリアを連続ギリジャンする、はい、ひたすら左に進んで次のステージへの扉を目指していただきます。おうおうおう、よろしいでしょうか。はい、はい、なんだ、では井上さん、ゲームセッティングお願いします。はい、失礼します。これだけ、はい、あれだけ24時間頑張ったのに、もう名前忘れられてる、ちょっと寂しいですよね。申し訳ないことしたな。さあ、では準備できました。それでは参りましょう。はい、有野課長、初心に帰るアトランティスの謎、ギリジャンステージ挑戦開始。はい、ゲームセンター CX 課長オン。入った、98、もう終わりだ。え、どっちやったか。ひたすら左へ。これ宝箱あるけど、え、あ、右か、アニノさん、左と右が分かんなくなったらもういよいよですよ。あれ、これ行かれへんね。あ、こういうこと、助走だ。ん、え、どうやって上がるのこれ、これ取るのか、違う。
え、どういうこと？ラスト左に行きたいのに。え、これも？こっからギリジャンとことか。あ、落ちたらもうアウトだ。もう敵おるし戻られへんしってことは。残り6機。イエイイエイ、あーアウト。もう半分いった。あれ全然3分の1ぐらいだそうです。ドン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 。ない。どうしたの？あ、扉あったところ、あそこ入らなかった。アイノさん行けてたやん。アイノさん、あ、はい、アトランチの謎は、はい、扉に入るゲームです。そうね、扉あったの見てた。扉あるけどって思いながら落ちてた。扉もびっくりしたでしょうね。ここここってあいつどこ行くねって思ったでしょうね。ここ、あー来た。あ、戻れない。アイノさん、あ、はい、もうあとは自滅するしかありません。どうやってポーズでいいの？これだ。いけてたな。残り3機。あ、違う、いけてた。ペースが変わった。残り2機。早い。いける、あと少し。来た、ここ。危ない。見事クリア。いけました。これです。一勝一敗です。いや、有野さん見事でしたね。いや、見事でしたね。これは見事、これは見事。コメント欄で褒めてもらう心を見よう。これ覚えてらっしゃいました？はい、この面やってみたら思い出しました。全然覚えてなかったです。あの建物の上のところで足しか見えへんやつかなと思った。あ、足しか見えないステージのことかなと思ったんですけど、ね、いや見事ですね。やべえ。コメント欄、扉に入るゲームですってみんな盛り上がってる。あ、いや、みんな喜んでますね。おめでとうございますとか、はい、ありがとうございます。やったぜ、これはやったぜ。ゲーム実況のそのよ、ええところを出せた。これは良かった。もうこの辺で終わりたい。やったぜ。さあ、それではですね、はいはい、先ほどのもやりましたけども、うんうん、またやりたいと思います。お、聖なる日野にあいつ何してる。はい、なんだ、誰だ。さあ、2人目の元サポート AD に電話がつながっています。声かけてみてください。もしもし、もしもーし、あれ切れた。もしもーし、あれ江本かな。ん、切れてる、切れてない、繋がってない。少々お待ちください。今深川がやってます。え、今携帯をジュッと差し込みましたよ。こう一回フッやってから刺した方がいい。もしもし、聞こえない。ん、ちょっと待ってくださいね。セッティングが、コードを一回こう抜き差ししだしてます。ちょっともうこの接続が待てないってことで。直接っていう。スピーカーで行っちゃう。これもスピーカーになってる。はい。どこだ。どっかに何か名前書いてる。アイノさん。アイノさん。はい。誰でしょうね。
誰だろう。もしもし。あ、もしもし。鶴岡。ご無沙汰してます。ご無沙汰してます。やっぱりな、この声鶴岡やと思ったわ。文字通りの声してるわ。いや、あれはそれ文字です。久しぶり。ご無沙汰してます、本当に。ねえ。本当に。今どこ？今、サウナに入ってます。今、まさに？今、まさにですね。え、整い中じゃなくて？整い中です。あ、外気浴のところ。そうですね。内気浴なんですけど。ああ、外じゃなくてもうこ細かいな。あ、整ってんね。都内で？船橋なんですけど。はい。あの会社の出資事業で、あの個室サウナ始めたのでそちらで入ってます。すげえ。何それ？ジェイコム？あ、ジェイコムでもさんではないんですけど、うんうん、別で、はい、うちの会社で。嘘。すげえな。ほんでそれそのサービス使ってるってことや。あ、そうです今。へえ。鶴岡さん。はい。サウナだったらこう声の広がりもいいかと思うので一節聞かせていただいていいですか？鶴岡さん、鶴岡さん、鶴岡さん、はい、早い早い、そこ、もうちょっと手前からやって一番いいところからじゃなくてもうちょっと手前からちょうだい。じゃあ、いきますね。はいはい、はい、あーと江戸までなんじゅりなんじゅりー、あーと江戸までなんじゅりなんじゅりー声出るようになったな。ジュリーみたいなのは欲しいねんけど。ボイトレ通った？年取ってから高音出るってすごいね。出るようになったね。ありがとうございます。メッセ以来だ。メッセで歌って以来だ。そうですね。それ以来初めて声に出しました。覚えてるもんやね。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。結婚してんやんな。あ、そうなんですよ。結婚しました、ね、はい、そうなんです。メッセに連れてきてた人と。あ、そうです、そうです。そうなんです。そうだ、はい、先月結婚式を挙げまして、うんうんうん、はい、無事に あれですね、いろいろ責任果たせてます。責任果たせてますってすごいね。あれ、鶴岡くんは いくつになったんですか？僕今42になりました。おお、行ったね。そうですね。AD の頃何歳？ AD の頃多分26歳とかだったと思います。嘘。そんなにやってんの課長。26か。ああ、そうか。それぐらいだったと思います。一回なんかコンティニューミッションしたの覚えてるわ。コンティニューミスやったっけ、なんか戻し作業のミスやったっけ。そうですね、そのセットは申し訳ありませんでした。全員がギローって睨んでたよね。あ、ビックリマンワールドだ。あ、そうです、そうです。で、課長が助かったって帰れるって言ったやつだ。 ありがたかったです。どっちも、どっちも本音やねんけどな。下田って顔してる鶴岡と、やった帰れるって言ったのだ。あれで課長の好感度上がったよ。良かったです。鶴岡さん、鶴岡くんは同期は誰がいるんですか？同期は、石田と中山です。ああ、石田 P と、はい、あとは高橋もあれですね、同期ですね。へえ。さっちゃんの方ね。あ、高橋さっちゃんの方だ。さっちゃんの、さっちの方だ。サッカーの、はい、高橋の方じゃなくて。あ、そうですね、サッカー関係じゃない。あ、そうだ、ロックマン、ロックマン教わったわ。なるほど。どっか、どっか南国の方に引っ越さあったよ、高橋さん。あ、みたいですね。うん。合ってんの？噂だけ。いやいや、もう合ってないですね。そんなもんやわな。そんなもん、そんなもん。あ、なんか同期のグループラインとかないの？あ、僕は入ってないです。
オッケー、ありがとう。ではこれも行かない。最後に鶴岡さん、すいません、最後に20周年を迎えられるのか、ちょっと何か一言メッセージありますか。はい、お願いします。20周年ありがとう、おめでとうございます。ありがとうございますって言い換えた今。はい、はい、楽しみに目指してもらってるので、はい、体に気をつけて頑張ってください。はい、ありがとうございます。鶴岡さんも頑張ってください。ぜひ整った時にはサウナにいらっしゃってください。あ、いいの。伺います。ありがとうございます。良いお年を。メリークリスマス。メリークリスマスです。なんか鶴岡さんはなんか明るくなってるというか、なんかね、明るい、元気になる。もう40やからもう そこそこの役職なんじゃないの。おしゃべりが達者になってるというか、流暢になってますね。ガチガチじゃなかった感じですね。はい、大人になったな。42か、26かの時、そうか。死んでしまいそうな顔してたもんな、もうびっくり回るとの時。鶴岡はね、意外とあの入ってきたのが遅いんですよ。あの留年とかしてたから、あいつ。あ、だから石田とか年齢はちょっと上。年齢はね、2つか3つ上だったかもしれないですね。はい、でやってくれてましたけども。さあということでですね、はい、また挑戦に戻りたいと思います。最後のシーンになります。はい、犬谷さんお願いします。じゃあ最後のシーンはこちらです。はい、ババン。最後の山場をクリアせよ。うわ、ぼやっと言うてる。最後の山場、はい、先ほど愛野さんがちょっとこう思い出した例の面です。はい、うわー、あれか、難しいやつだ。一回こういくやつだ。はい、頂上で一旦主人公が見えない状態というのが出てきます。うん、はい、それをあるという体で大ジャンプで左側のある雲に着地していただくと。そうだ、主人公が常に真ん中におるから、はい、画面の方が動くからね。これがですね、うん、当時かなり苦労したんですけど、はい、AD の小林曰く、うん、なんでこれが苦労したのかわからないと。あいつ、あいつ、腹の肉を、腹の肉をちぎってやろう。クーッと。アイノさん、やめましょう。腹の肉をちぎるのはやめましょう。それは、何らかのハラッスメントになりますから。腹なのに。わかりました。はい、ではセッティングお願いします。はい、お願いします。お願いします。ちょっと遅いな、これチャット欄が遅いな。さあ、よろしいでしょうか。はい、それでは参ります。有野課長、初心に帰るアトランティスの謎、はい、最後の山場挑戦スタート。課長、オン。97。あー、これだ。頭打つからちょっと突き出してからジャンプみたいな、こんな風なことですか。で、何やったっけ。で、左に行くのか。右、左です。左、見えない。あ、落ちた。小林が最初真っ先に笑いやがった。ここ4の上ぐらいにおんの。あ、いった。うわ、何この和式便器みたいな。あ、おる。うわ、おる。嘘。嘘やん。残念、戻り死に。おー、うまい。こういうことだ。スピードだ。おー、見事クリア。やったぜ。あっという間だ。見たか、小林。やった。お見事でした。早かった。いやー、早い。もう悩む間もなく一気に行けました。なんでやろう。なんでこれ20年前でけへんかったんや。なんでか分かんないですって言われたのが、なんかこっちが考えすぎてたのかな、当時の課長が。
これだけ見るともうだって3期、うん、4期ぐらいでいけてますから。いけた、はい、でも全然いけなかったですよね、あの時。いや相当いけなかったですし、でやろ、あのジャンプも相当苦労した、うん、もうなんか行って前感ができたからかな、うん、な実績なのかな、今まで19年が積み上げてきたものなのかな。はい、どうですか、久しぶりにこのステージやってみて。面白かったです。これもうここからもうクリアできるんですか。あ、そのまま続きやってみますか。はい、このままいったら全然違うえ、あんなどうしてたっけな、ここ敵おるな。あかん、どうやってやっつけんのあいつ。あっちか、違うの。危な、危な、どうやってやっつけんのこいつ。なにこれ、毎回一緒出すぎ、ちょっと。見てないな。さあ少しずつ前へ、少しずつ前へ。光って当たってないよね、2ブロック分。ああ当たった、うんふん、ジャンプで超えんのかあれを。近い、ジャンプのタイミングなんですかね。超えんのか、あの頭を越えなかったのか。早い、越えれなかった。あと2機。え、あ、後ろから撃たれたのか。あ、手前だ。あ、ダメだ、残念、クリアならず。アニノさん、はい、実はこれはですね、はい、無敵のスターを持ってないと無理なんだそうです。なんやそれ。なんや、最後の面が、はい、どっかでじゃあスターを持ってきておかないといけないと。はい、無理だったみたいですね。謎が深まるばかりだ。はい、そうですか、なんや、じゃあ絶対できへんのか。さあ。ということでですね、はい、今回アトランティスの謎生挑戦、はい、3つやっていただいて、うんうん、2勝1敗、はい、ということですけども、うん、先ほどもちょっと話をしてましたけども、どうですか最初の面10面あのちょいジャンプのやつ、ちょいジャンプのやつは、はい、もう一度やりますかせっかくですからやりましょうか、どうでしょう、はい、じゃあセッティングお願いします。あれで半分ぐらいってことでしょ、一番進んだところで3分の1、半分ぐらいは、半分ぐらいは言ってんねや。チャット欄はどんな感じなの。スターないと無理ってみんな言うてた。はい、あ、避けるのうまいなって褒められてた。あいつ無敵なんや。無敵じゃないとやっぱ無理みたいですね。あの後一気のやつが出てくるんでしょ。そうですそうです、ゴールしたらあ、みんな無敵ないから無理って言ってる。ファミコン芸人の藤田さんならいけたって言われた。あ、確かにだったら藤田の方を見ればいいさ急に切れるうわー、そうか、行くか。じゃあ、あと有野さん、はい、龍角散飲んでっていうのが一個ありました、ね、ああそうか、タン絡んでる最後、あ、もう一回電話。はい、電話今ちょっとスタンバイ中で少々お待ちください。その前にじゃあ先ほどの10面を言ってみましょう。あ、うまっ、うわ、スースーする、ちょっと聞きますよね。
うわ、スースーする。もっと飲みたい。アニノさん。何これ、はい。次の面クリアしたら龍角さんあげます。やった。よし、行ってみます。ゲームセンター CX 課長。オン。これ当たんない。この面から始めれるよ。便利になった。ファミコンもちっちゃなったし。行き過ぎ。もうちょっと戻さなかった。3段階ぐらいあんのかな、ジャンプが。あ、行き過ぎた。もっとちょい。当時なんか一気の T シャツもらったな。もうないんですよって社内にあった数着のうち3着かな。その当時一緒にやってた山ちゃん、山里亮太がすげえ欲しそうな顔してたから、いるかって言ったら、いいですかって言って翌週選択してあげたな。あいつまだ来てるかな。あ、俺ゆうちゃんと結婚すると思えへんかったな。それを言ったらね、浦川さんだって女優さん、ね、ほんまや、結婚しますからね。ラスト。先ほど言ってない。もうちょっとこれぐらい。さあ、だいぶ進みました。慎重に。これぐらい。あー、またペース違う。よし。あー、かんない。ちょいジャンプじゃなかった。中ジャンプだ。あー、ゲームオーバー。残念、ゲームオーバーです。あー、惜しい。惜しかった。なんとなくその大ジャンプ、中ジャンプ、小ジャンプのこうコツというか、その力加減はできました。思い出してきましたかね。これぐらいが、これぐらい極上ですね。なるほど。じゃあちょっと今ここで電話がつながりましたので、お、はい、その電話を挟んでもう一度再チャレンジしていただきます。うそ。わかりました。はい、もしもし。あれ低い。もしもし。もしもし。あれどこだこれ。すげえ低いところで。え、誰だ。低い声やな。浦川さん。え、違います。浦川さんじゃないの。小林さん。え、違います。え、誰だ。石田。違う。もう答えてくれなくなった。
低い声やな。一曲歌っていただきます。誰だちょっと一曲歌ってもらっていいですか。もしもし中山誰だ。低いな声。柳井か。柳井もうちょっと明るいよな誰だ。笑っちゃってるボーって笑っちゃってる。聞こえてないですけど、聞こえてます。ちょっとなんかな、ちょっと音声がガビガビしてるけど大丈夫ちょっと待ってください、セッティングちょっと変えるみたいちょっとガビガビしてる。そっちはクリアに聞こえてる。ああ、ちょっとちょっとセッティング変えます。直接話します、スピーカーで。聞こえるようになりました。ああ、抜いたら聞こえるようになった、はい、うわバッチリですくっそー、ここに携帯の数字しか並んでないわ。名前が入ってない登録されてないってことですね。登録されてない誰だ。何代目 AD ですか。7代目です。ああ、7代目。江本より前だ。はい、江本の前だ。藤子不二雄のあのトレーナー着てた人伊藤。違います。伊藤じゃない。サポートしたゲーム何ですか。暴れん坊天狗。あやった、暴れん坊天狗。天狗の面が、あのアメリカを救うやつだ。はい、サンホストさんだと、あのマデューラの翼。うんうん。格闘ゲーム好きですか。格闘ゲームはね、大好きです大好きで、ネオジオとか持ってたタイプですか。あの本体は持ってなかったんですけど、コントローラーだけ持ってた人です、うん、なんでコントローラーだけ持ってんの今東京にいない人ですか。はい。ああ、北海道。はい誰やろう中山さん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。あれ、あの兄さん、今日北海道札幌じゃないんですか。それはね、先週。あ、そうだったんですか。うん、なんかクリスマスなんか特番があるみたいで、ね、1個繰り上がったよ。あ、そうなんですね。うん、札幌でお会いしたかったです。なんでなんで北海道行ってんの、知ってた。ああ、そうなの、はい、なんで選手見てへんねん優しい有野さんが、あの優しく女性タレントと絡んでるでしょ。え、そうでした。結構辛口でしたあれ控えめのはずやってんけどそうですか。何、北海道楽しい。いや、もう雪降って寒いですよ。もうすごいよね。すごいですね。うん、もうチェーンタイヤとかスパイクとかなんかその辺ので運転できんの。あ、普通のスタッドレスタイヤで運転できんの。はい。うわ、すげえな。怖くない。いや、怖いですよ怖いよね。もうなんかリッジレーサーのそれとは違うよね。リッジレーサーそうかもしれないですね。マリオカートみたいにこのなんかドリフトできないでしょ。あ、もう、はい、できないと思いますF0 みたいに走れないでしょ、雪道とはいえ。そうですね、F0 はちょっと無理ですねいや、そうですか。中山さん、はい、お子さんは2人ですか。そうです、お2歳の子と半年の男の子がいます。半年だ、まだまだだ、はい、2歳の子は喋る。喋ります。おる、そこに。はい、いますよ。あ、変わって。ちょっと緊張して喋んないかもしれないですけど、変わりますね。はい。変わるかな。あ、もしもし、中山ちゃん。中山ちゃん。ん？ん？お昼何食べた？
アイス食べるの？アイス食べてる。何味？アイス。ちょっとパパに代わってくれるかな。アイス食べてはった。はい、アイス食べます。何味？チョコレートアイス。チョコレートアイスですか。そんな何味知りたいですか。何味が知りたかったけど教えてくれへんかったわ。楽しかったです。うんうん。あ、でもアイス食べてるまで言えたから十分なんじゃない。知らない、顔の見えへん人と喋るのなんか怖いよ。そらそれはもう中山さんの遺伝子ですよ。さあ中山さん、あの北海道もう住み始めて何年か経ちますけど、いかがですか北海道生活は。あの寒いですけど、うんうんうん、周りの人がねあったかいですよ。おあ、友達できた。いや、まだねできてないです。職場の人はおんねやろ。はい、まだね友達まではえ、格闘ゲームやれるぐらいの人はいない。はい、オンライン上にはおる。ああ、そうか、子供ちっちゃいもんね、当分できないですよ。そうですよね。10年ぐらいできないと思った方がいいですよ。ではどうぞ覚悟しといて。中山さん、はい、最後にあの20周年を迎えられる課長に一言メッセージをお願いします。お願いします。はい、まず、あ、なんか言ってるよパパなんかって。おめでとうございます。ありがとうございます。何かあの、うん、はい、よろしくお願いします。お願いします。まだ北海道行ったら連絡します。あ、お待ちしております。お願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。できた。はい、切りました。さあ、それでは、はい、まだもう少し時間がありますので、はい、改めて先ほどの10面を二宮さん、セッティングお願いします。もう、まあ、いける、もう、まあ、いける。はい、お願いします。さあ、それでは改めて、はい、有野さん、残り9期からの挑戦です。お願いします。はい、いきます。ゲームセンター CX 課長オン。いけるかな。ちょっとでかい、ちょっとでかい。あー、ちっちゃい、ちっちゃすぎた。ちょっとちっちゃかったか。ギリジャンの面みたいにこう一手前感がない。うわ、ここだ。危ない危ない危ない。さあ、半分は来たか。ちっちゃい。難しい。さあ、残り7機。でかい。あ、ちっちゃい。ちっちゃい。あ、ちっちゃい。さあ、改めて丁寧なジャンプを心がけてほしい。はい、
でかい。さあここまで来た。あー、当時なかったことないけど、この緑のところずっと飛んでたら消し取るとか崩壊するんですよ。なんだこれ、どこだどこだってなってくる。ちょっとゲームのしすぎかもしれませんね。さあここから丁寧に、うまい。ああちょうど、ちょうどだ。さあ現在ですね、はい、28,618人、3万に届きそうで届かない視聴者数となっております。おかしい、おかしい。課長の個人チャンネルよりも登録も今見てる人多いってやっぱおかしい。見ている方でぜひね、興味のある方は兄の課長個人のチャンネルも登録してあげていただければと思います。兄の深夜本人って書いてるのに課長の方が人気あるっていう。ここだ、ちょっとなんかちょっとおかしくなってきてる。さあここから丁寧に、うまい。あと少し。あ、いける。こっか。いったー。見事クリアー。できました。やりました。いけた。やったぜ。愛野さん、はい。おめでとうございます。ありがとうございます。見たが、これはゲーム実況の素です。もうそれあんまり言うのやめましょう。張り合ってもしょうがないもんね。それにしても大ジャンプ、中ジャンプ、小ジャンプの使い分けが見事でした。行って前感が出てた。なんか戻し作業がないから行きやすくなってんのかな。さあちょっとコメントも拾っていただきましょうか。チャイって感じがある。はい。いやみんな喜んでますね。新たな飛び方したって言ってる。これで3万超えるかもしれませんね。ちょっと遅い。ああ奇跡を見せてくれました。あすごい、龍角さんおめって書いてますね。マジでさすがすぎるって言われてる、はい。やったねやったねってなってありがとうございます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。すみません、あるさん、忘れて、それ忘れてました。それ言わなかやつだ。言わなかやつですね。はい。はい、さあということでですね、はい、またまた電話がつながっております。はい、はい。どなたでしょうか。もしもし。もしもし。あ、声でかい。ちょっと待ってください。声でかい。オッケー。声でかいといえば。誰やろう。楠田さん。いえ、違います。間違えるとちょっと嫌な気持ちでへこむみたいね。いや違います。え、笹野？いや違います。何代目 AD ですか？僕は16代目 AD になります。16代目か。16代目っておったっけ？どういうことですか？います、います。有野さん、クイじゃなかったっけ？ AD で欠番とかないでしょ。入る予定だったやつがもう辞めちゃったんですって。そんな人もいましたけど。でも大丈夫です。いらっしゃいます、16代。え、加賀ですか？はい、加賀です。あ、どうも。お久しぶりです。お久しぶりです。やっぱ名前間違えたらへこむの？いや、へこみます。あ、そうですか。はい、よかった。あ、加賀さん今何してんの？
あ、僕は今、はい、今ですか。今現在、ちょっと仕事終えて今道歩いてました。ああ、そうなの。ちょっと立ち止まって電話してもらってんの。ありがとうございます。今何？加賀さん今何してんの？はい。加賀さん今何してんの？今はです。お仕事。今はちょっとガスコインカンパニーを辞めさせていただきまして。はい。辞めれんのこの会社。やめられへんよ。なんかイベントあったら呼び出されるよ。アイロさん、はい、相当な金を積んで足洗わせました。足洗えたんや、よかったな。はい、やめて、やめて今ちょっと、うん、まあ会社に所属してない形にはなるんですけども、うんうんうん、ちょっと制作の方をやらせてもらってます。ああ、どっか別のところで制作やってるってこと？はい。へえ。え？バラエティ？ドラマですか？バラエティです。ええ。地上波か。どうせ地上波か。ほぼ地上波っていう枠組みで。ほぼ地上波BS みたいなこと？日野翔平さんと自転車乗ってる？あ、違います、それではない。乗ってない。あれ好きよ俺。あれやってた見る。あれやってたすげえ見ちゃう。それではないです、すいません。加賀君ちょっと待っててね。アイノさん、はい、あれ面白いですよね。あれ面白い、あれ面白い。最初にちょっとハガキ読んだりするんですよね。ハガキ読んで、うん、そのついた街の話とかね、はい、前の振り返りとかね、はい、非常に面白い。よくできた番組で、うん、はい、見てて楽しいですね。日野さんが来たらおしまいって言うて、こうスーッとなんか川流れるところを映して、その川流れる映像がすげえ長い回とか。早めにおしまいって言い張ったなって思うぐらい。そうじゃないねや。加賀さんお待たせしました、どうぞ。あ、違うのか。はい、あ、別のところでやってはんねや。はい、やらせていただきます。そうか、ゲームは使ってる？ゲーム扱う番組じゃない？そうですね、最近はポケモンをやってます。あ、どっち？スカレット？バイオレットです。うわー、バイオレットか。うちの娘と一緒や。はい、バイオレット。なんか巷でバイオレットはいいって聞いたんで、もうネットの情報を鵜呑みにしてやってます。うちの AD の小林はもうクリアしたらしいよ。もう全然やること多すぎて、もう全然クリアできてない。こっちの AD は現役やからね、ゴリゴリですぐ進めるよ。そうです。あ、どうして、あの加賀さん、はい、恋人できた？できてないんですよ。イエーイ。クリボッチ。クリボッチだ。イエーイじゃないんです。家じゃないの。何すんのイブは。はい、イブ何すんの？イブはもう全く空いております。あはー、イエーイ。こっち来たらケーキ食べれるよ。いや、行きたいくらいです。あ、音鳴った。何喋ってるか聞こえないわ。クリボッチだ。早めにあの鏡餅と門松をテレビの横に置きなさい。課長は20年の時そうしてました。11月末ぐらいから門松のちっちゃいのと鏡餅のちっちゃいのをテレビの上に飾ってた。あっという間ですよ、そしたら年またぐのなんて。あれ、加賀さん。加賀さん。プワーンって言われたけど。じゃあ、 あのクリスマス楽しんでください。いや、楽しめたいですけど、過ごします、なんとか。メリークリスマス。メリークリスマス、頑張ってください。ありがとうございます。あ、そうだ、あのコメントだ。20周年のなんかコメント、アイノさんに向けて何かありますか、加賀さん。あ、チャンネル登録、高評価、グッドボタンお願いします。加賀さんも言ってるんで、よろしくお願いします。ありがとう。お願いします。ありがとうございました。何やもう YouTube のことやねそれ。20周年じゃないやん。あー、そうか、何やってんのやろバラエティ。さあ、ということでですね、はい、有野さん、
一応今日予定していた、はい3面は、うんまあ、1つはちょっと何面何期か費やしましたけども難しかった3つとも一応クリアになりました。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。久しぶりに、まあ、およそ20年ぶりぐらいにアトランティスの謎をやってみて、はいうん、だってあれからやってなかった、ね、全然やってないです。全然触ってなかったですね。いや久々にやってみていかがでした？あのやっぱこのファミコンミニが便利ですね戻し作業がいらんっていうところが多分あの踏み込める感じやと思うな。またこの後戻し作業があるって考えたらって大事にいかなあかん感じが、はい、ちょっと薄れるのがやりやすくもあるけどちょっと緊張感が。そうなんですよね。まあうちの番組はもうずっと実機を使っておりますので、うん、ファミコンね今もね、はい、あのその中の緊張感とか、うんはい、まあ時間的なロスとかですねいろいろありますけどもそうね、はい、もう3時間やってますけどって言われながらやってるもんな1個のステージをずっとそりゃ AD も舌打ちしますよね、うん、そうね、はい、さあ、うん、ということでですね、頑張った有野課長に、はいはい、実はあのクリスマスプレゼントがございます。うん、お、なんだ？はい。はい、では、はい、こちらです。どうぞ。誰？お、有野さん。何？こちらは新しい挑戦部屋の椅子でございます。あ、椅子。ありがとう、むぎ出しの椅子。これはですね、はい、実はあの福岡の家具メーカー、うん、関家具さんからですね関家具、はい、いただきまして、はいブランドで言いますと関家具、プレラゲーミングチェアと言いまして、皆さんあのぜひあの関家具プレラで検索していただくと出てきますの で、はい、でこちらの実はあの関家具のあーテレビっぽいこちらで検索だ、はい、あの実はあの担当の方が番組の大ファンということで、はい、うち大体あのそのパターンでいろいろこうねじ込んでいってるんですよ。そういう言い方へえ。はい。あのぜひ課長に使っていただきたいということでいただきました。はい、ありがとうございます。誕生日じゃない。クリスマスプレゼント。クリスマス誕生日じゃねえや。はい。あ、すげえ。いかがですか。いい。帰れないですね。この椅子がもう3代目か4代目ぐらい。3代目じゃない。1回目は黄色でしょ。黄色が。そうか、黄色があって、青があって何でもないやつがあって、黄色があって、青があって、これじゃない。はい、今回グレーということでね、はい、首までありますので。すげえ、はい、何かの衝撃にも耐えられますので、ね、どんな衝撃があるここなんか欲しいな、ここカバー欲しいな。ゲーミングチェアだ、ゲーム用だ。はい、もう、あ、そうか、この頃はなかったのか、ゲーミングは。どうですかね。その椅子もすごく評判のいい椅子ではあったんですけども、コンチネンタルって書いてあるわ違うか。違いますね、これ何だろうな。コンティアックス、コンティニューって書いてあるわあ、そうです。なんだ柔らかい。コンティークス、コンティークス、ブランドなのかな、なんか山の名前、ブランドなのか、なんかそんなんですかねよく分かってない、はい、いい、腰いい、ということでですね、はい、次回からこちらの椅子で挑戦していただきたいと思いますあ、23年一発目からこれになってるってことだ。はい、ありがとうございます。はい、ということなんで、じゃあありがとう、せっかくさん、椅子は履きましょう、はい、あ、はい、もうそうなんや、はい、下げられるんだ。今日は挑戦じゃないのであ、そうですか、はい、分厚い、クッションが分厚いな。うわ、そうなるとこっちがなんかすげえ骸骨椅子みたいな気になるあの A の椅子をもらったからといって B の椅子を下げないでくださいそれはそれで良かったはずです、うん、これはこれでここをこう押さえてくれる感じはいいんですけど、ね、はい、進んでるな椅子も。なるほどね。いかがですか、その20年に向けて、はい、新しくこれが欲しい、うんうん、もしくはこれを変えて欲しい、はい、こここうして欲しいというのがありましたら、何やろうな、作業着かな作業着を縦縞にしてほしいですなんで、なんで、ワンショーかな、なんかワールドカップでなんかリーダーつけるんでしょ。あ、キャプテンが、うん、有野さん、はい、有野さんキャプテンじゃないですよそうか、平課長やもんな。あのキャプテンは安倍なのでえ、安倍さんキャプテンやったの。安倍さんがうちの番組のキャプテンなので。あ、そうか、はい、なんだ、で
もこれこの感じなのかな。でもなんか昔の見てたら作業着がガバガバやったけど、なんか20年やってるとなんかしっくりきてんねんけど、なんだ太ったのかな。なんだろうな。太ったのは太ったかもしれませんけどね。欲しいのは別にないかな。あ、夜、はい、昼弁当の時になんかお味噌汁みたいなあったかいのはついてくるんですよ、はい、この番組ってね。でも夜弁当はなんでかないんですよ。夜もお汁欲しいなと思います。じゃあすいません、あの、アイロさんだけ夜もやってあげて。いや俺だけやったらいらない。俺だけみんなみんなにさ、有野さんだけやったら気使うよ。あとあれですよね、安倍さんの差し入れも、うん、昼はありますけど夜ないですからね。食べ残ってたらあるんですよ、はい、お用意量が多いやつとかね。あれ大体お母さんが食べきるねんな。いつもどのぐらい前の日に作ってるのあれ。いや、もう俺はね、ちゃんとその日の当日作ってるからね。朝すげえ、はい、冷蔵庫入れるとちょっとね、うん、固くなっちゃったりする、うん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 、だから皆さんにこう持ってきたての食感を楽しんでもらうと。やった、ありがとうございます。その辺のレピシーピーはこっち買えばついてんやったっけ。なんか小冊子がついてましたね。あ、それはね、あのファンクラブからのやつですね。あ、ファンクラブから、はい、もうちょっと買えないんですけども。あ、もう買えられへんねや、はい、安倍さんのレシピも載ってたのに。ぜひね、そういうのもまたありますので、ファンクラブも入っていただければというふうに思います。、うん、はい、お願いします。さあ、ということでね、以上、兄の課長初心に帰ろうでした。はい、ありがとうございます。さあ、ということでちょっと時間もありますので、はい、コメントをちょっと拾っていきましょうか。安倍さんの料理食べたいなとか、あと小川さん出てきてっていうのがありますね。どうせ小川さんのお父さんが入れるんですよ。ずっとね、うん、そのツイッターでも小川さん綺麗とか、うん、小川さんに会いたいとかってあるんですけど、うん、小川さんのお父さんじゃないか説があって。違いますって言ってる。お父さんが多分 5,6 個アカウントを持ってるんですよ。切り替えて入れて、はい、かわいいな、はい、切り替えて入れてって、はい、忙しい。同一人物説があるので、今度ちょっとあの URL 公開しようかなと思ってますけど、ね、調査してもらおうかな、調査してもらおうかなと、はい、思っておりますけどもね。うん、あ、すげえ。でも違いますって言ってるから、小川さんが、はい、あ、そうですね。あとはあの最近ですと小川さんと兄さんと一緒に出てる、うん、うちの AD 後藤、はい、さくら、うんうん、通称サーニャ、はい、サーニャ、サーニャも人気です。あ、サーニャも人気になってきてんの。サーニャも人気ですけど、うん、サーニャも確かお父さんがうちの番組を結構見てくれてるんで。お父さんファン多いな。はい、課長ファミリーの。はい、じゃあちょっとサーニャ呼びますね。はい、サーニャどうぞ。急にってなってる。どうぞ、あ、こっち行く。カメラ前で、結果カメラ前で。なんかあのテレビに出て、はい、お父さんとか何か言われましたか。ちょっとだけ、うん、なんて言われましたか。なんか、あ、そういうって言われました。その後家に帰ったのね。山形に実家帰った時に、うん、山形が、ああ、ごめん、山形秘密だったっけ。ね、サーニャって言われた。お父さん CS 加入してくれてんねん。お父さんは見れてないんですけど、うんうんうん、お母さんが見れてるので実家の方で、うんうんうん、そう、お父さんって今別、うん、あ、お父さん今別に単身赴任なんだよ、なんかね、で見れてなくて、うん、お母さんが写真送ってんのと。画面を撮って送ってってことや。仲ええな、お父さんと。そしたらお父さんに会ったらなんて言われたの。声低いな。そしたらサーニャはうるせえ、ドン。そこまではしない。そこまではしない。なんか父、あ、父とかそういうこと言ったんですか。何にもやってないですもん。え、おでききかって言ってあげないの。言わないです、言わないです。あ、そうですか。わかりました。なんかあの番組ね、はい、やって半年とか、まあ9ヶ月ぐらいじゃないですか、はい、
なんかこの番組はどうですか？どうですか？どうですか？楽しい現場ですか？ああ楽しい現場です。ちょっとこここうした方がいいと思いますとかありますか？特にはない。特にはないそんな興味がないそうです違います。そうか、興味ないか。じゃあ今までいっぱいあの AD が電話で出てくれたけど誰やみたいな感じ。ちょっとは、うん、その名前と顔一致するように写真は見ました、うんうんうん、ああそうか、はい、一応下調べでってこと、はい、誰このおじさん、だなんで出すの, 出すのって感じだ全然全然あそっか、わかりました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。引き続きサーニャ頑張ってください。はい、ここさっとさっと言ってください。まあいい、ね、いいですよ、はい。さあ有馬さん、はい、番組残り20分となりましたけども、はい、ここでですね、この方に登場していただきましょう。どうぞ。誰だ、もう木部先生。なんだなんだ、有馬さん。あ、はい。クリスマスイブにお勤めご苦労様です、はい、ありがとうございます。カテンポリス全然 NG じゃないですあれ NG じゃなかったっけ。 NG じゃない、全然。いや大丈夫なの。僕も去年も、去年すごかったんでしょ、片山ポリスで大滑りしてて、うん、今年も滑ってるんでさすがだなと思って安定だ、はい、すいません、最後にタレコミが、はい、タレコミ、はい、何ですか。ちょっと重要参考人を連れてきました、はい、読んでいいでしょうか。お願いします。いいですか、はい。もう何笑っとんねんお前、バラエティ何年やってんだよお前。自分で笑ったらもうあかんことぐらい分かるやろお前。出てこい。なんて言った今、なんて言ったよすいません、重要参考人、はい、ちょっと取り調べをお願いします、はい、あ、お願いします座らせんねはい、失礼します。失礼します。置いていくんや、警備会社の人かなあれポリスじゃないんじゃないあ、木部先生、アリさん、どうも大嵐、木部さんの何ですかそのメイク大嵐、木部三郎さんでいいですかこれは渦政の大御所の大嵐、木部三郎先生じゃないですかおはようっていう感じがするけど何ですか。アクセクの木部正幸です声いく、太いしいや、もっとスタイリッシュなメイクだったんですけど最初は、うんうんうん、だん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 歌舞伎寄りになってて何でスタイリッシュかな歌舞伎寄り、全然違うよメイクの種類、はい、裏でこうやっていただいたんですけど、はいはい、歌舞伎様子が白い、はい、白ベースになってるねそうなんですよ、はい、どうしたの、あれさ、なんで今日アクセク覚えてますかアクセクは覚えてるけど、はい、今日はちょっと自前のキーボードでしょ、はい、これあのなんていうの、キーボードギターっていうの、ショルダーキーボード、略してショルキーです。ショルキー、はい、これあの美味しそうやな、ジャンク品1万円で買って、もともと動かないんですけど覚えてます、収録で倒れてバーンつって、はい、ことがもうパックリって、ああ割れた、はい、もう再起不能になってるんですけど、うん、はい、もう鳴らないの、ちょっと鳴らしてみないと分かんないですけど、シャリシャリ言ってるんで、なんか部品落ちてるね、はい、ケースの中で部品落ちてる、はい、チョコエッグみたいな音してるんで、あのチョコエッグ入ってんの、チョコエッグ入ってないですチョコエッグ、はい、あのお風呂に入れて大きくなるやつとかも入ってないんで、あの食べっ子動物入ってるんですか、入ってないです、入ってない、入ってないの、食べ残しも入ってないです、はい、では問題です、何が入っているでしょう、いやいやいや、ここの一部です、ここの一部あ、それがそこまで、そうです、そうです、そうですそうですか、何時生きてんださあ、アニさん、はい、そのアクセク、はいはい、アニさんあの非常に気になっているアクセクなんですけれども気になってるかな、コメント欄見てみようか、はい、アクセク、アニさん、アクセク飽きた、今一番面白いのは、はい、アクセク歌舞伎っていうのがアクセク歌舞伎
って言われてるの。何滝沢カモン。そうですよ。今回ファイナルですから。その後アクセク歌舞伎が来ないか来ないですね、来ないです。もうそれを失礼しました。それ朝倉さんに怒られるよ。ね、メンバーおれへんやろ今一人しか。そうですね、あのゲームセンター CX のスピンオフでゲームセンターキーベックスという番組をやらせていただきまして、はい、その中であの私がアクセスというユニットが大好きで、はい、そんなようなアクセスさんの曲を番組の、まあ、テーマソングとまでいかないですけど、うんうんうん、なんか作りたいなということで、はい、有野さんにお願いしたところ、うん、アクセクという素敵なネーミングを命名していただきましてそれで終わりかなと思ったら第2弾がキーベックス始まったんですよね、はい、なんとあの第2弾ではですね、うん、ご本家神朝倉大輔さんが登場していただきまして、はいはい、結構動じないどんなステージでも動じない方なんですけど、うんうん、ちょっと動揺してましたねあの私のあのテンションの高ぶりにそう、ねはい、あの自分がいかに好きかっていうのをずっと喋ってた、はい、そうですねいろんな方にあの後怒られました尺取りすぎだよって、はい、さあそんな、はい、アクセクのちょっと続報がありまして、はい、何、はい実はですね、あの後、うん、今年ですね、はい、アクセスさん30周年で、うんうんうん、中野サンプラザで12月2日に30周年記念ライブをやりまして、私行ってまいりました、はいはい、でですね、うん、もちろんですね、あのもう知らない間柄ではないので、うんはい、いや一回共演しただけやけど、はい、こちらですね、はい、サンプラザ中野サンプラザですねサンプラザ中野くんになってくるよ、はい、こちらご覧ください。何お花をちょっとあ出したよ、アクセクから出してる、はい、何してんねん、はい、赤いよそんなとこに出したら、はい、わけ分からへんよ、はい、アクセクっ って両サイドとも結構有名なアーティストの方とか、うんうん、あの関係者だからモザイク入ってんねん一緒にされたら困ると、はい、ご迷惑かなとそうですあとちょっとさ、はい、なんか木辺の花だけちょっと渋すぎない？いやいや、そうですね。やっぱりあの資金力の差が、二段になると高くなるから、はい、そうですね。はい、そういうところで、あのそうなんですよ。アクセクで、うん、一応朝倉さんサイドにですね、はい、お花出してもいいですかということで許可をいただきまして、うん、いいよってことで出させていただいて、うんはい、そしてアクセクという名前で、うん、はい。出させていただきましてですね、それはもうツイッター上とかインスタでわーってなってたの、あのファンの方は結構反応してくれたんだと思います。そこそこ、うんうん、何アクセクで出しとんねんってことだと思うんですけど一人浮いてますからね、あの浮いてる、なんかそのレコード会社誰々とかじゃないですからね、うん、アクセクで。そうなんですよ、朝倉さんはご存知だったんですけど、うんうん、このお花あのいろいろお花が入ってくる中で、うんうん、すいませんあのアクセクっていう謎のお花来てるんですけどって言ってちょっと問題になった、はい、あの裏で結構ざわざわしたらしくてグループ名でもないもの、はい、なんだって意味で、ちょっとなんかバカにされてるんじゃないかっていう、そうですそうです、うん、あのやばい花が来たんじゃないかみたいな書き間違いじゃないのって、はい、で朝倉さんには話通しちゃったんで、うん、いや朝倉さんがこれこれこうだよっていう大事なライブの前にそういうちょっと確認してそういうちょっとお仕事もさせてしまいまして、はい、そしてですねもう一枚お写真あります、はい、何ですか。さあこちらです。じゃん。あ、どこで？はい、あの公演終了後、うんうん、はい、あの中野サンプラザの楽屋にお招きいただきまして、はい、ツーショット写真をですね。うわ、すげえ。はい、ライブ終わりの、はい、ちょっとくたびれてる時に。そうですね。うんうん、あのまあ本当にすごい素晴らしいステージだったんで、はい、30周年のもう名曲メドレーみたいなのもありまして、はい。ちょっとそれ語り出すと長くなっちゃうんで割愛しますけども、うん、はい、さあなんで朝倉さんに会いに行ったかと言いますとですね、何ある報告をしに行きまして、報告、はい、あメンバー一人脱退したってこと二人しかおらんで、あそうですね、あの現状としてはそうですね、はい、晴れてですね、はい、あのその報告をあの朝倉さんから応援しますよってことをいただいたので、うんうん、有野さんに、はい、今日ご報告したいと思います。何朝倉さんの許可をなんかもらってきたってこと？許可というか、まあ応援してあげるよみたいな感じで、うんうんうん、はい、それ何かと言いますと、はい、アクセクメジャー CD デビュー決定しました。うそ、何メジャー CD デビューって何？そうなんです、メンバーおれへんのに。そうなんです、あの
とりあえずですね、うんうん、あのずっと長年引っ張ってたエンディングラチュレーションっていう、はい、エンディングとコングラチュレーションをこう掛け合わせた素晴らしいタイトルの曲を、はいはいはい、それを含むですね、うん、新曲4曲、うん、そしてボーナストラック、うん、私が歌うカバーする、うん、ボーナストラックその他いろいろ入った CD がですね、うん、発売になりました。うそ、発売になりました。発売になります。おうおうおう、はい、そして有野さん、ちょっと待ってコメント欄見る、はい、あ見ましょう。え、あまだちょっと古いコメント欄が古い。すごいですね。いや曲作ってもらったのかとか、エイプリルフールはまだだよとか、はい、ついに歌舞伎デビューすごいね。さあそうですね、あの曲自体はうちの音工さんの、うんうん、斉藤さんが手掛けてくださってまして、世間の恥って言われてるけどいや、何しとんねん。違うんですよ。一個だけいいですか。何ですか。クレームあるんですけど。はい、何ですか。あのこの配信の前にですね、はい、あのちょっと有野さんアップしたじゃないですか、動画をこの YouTube チャンネルで。その内容は、あの生配信やるけど、あんまり期待しないでねっていう、ハードルをただただ下げるだけの動画やりましたよね、うんうんうん、ゲーム触りますけどそんなちょっとですよっていう、うんうんうん、その最後にハードル下げ続けた動画の、はい、そのためだけに上げた動画の最後に、うん、ある人物から重要発表ありますみたいな、うん、そうやねん、この後あんねんって、はい、いやこれなんですよ。えこれこれです。嘘これのこと、これです。誰か来んのやと思って。いやこれです。嘘や、片山ポリスがちょっと事情聴取してくれって言われてる。これですよ。これです。これですか。で残り5分で出るはずが、はい、うんうん、有野さんがサクサククリアしたもんだから。クリアした。前倒し前倒しで震えて出てきたんですよ。あ、そうなの。困りますよ、上手くなっちゃあんなに。嘘。はい。この後じゃないねや。ないです。誰か絞り出して出してくれていいねんけど。ちょっとじゃあ考えます。あ、裏が考えてくれる。あ、これだ。はい、俺だけなんかハードルって何？ハードル、あ、あのちゃんとですね。何？はい。ちゃんとカラオケとかに置かれるみたいなので CD として。カラオケではないんですけど CD になって、あのでも今 CD にならずにも配信のみとかもあるじゃない。そうなんですよね。でもただまあそこら辺はアクセクのこだわりとして、うん、ファースト、ラスト、ちゃんとバンで出したい。そうですね。あの番組グッズとして。うん、え、番組グッズなの？いや、番組グッズと言いますか、あの俺それは聞いてないよ。あ、そうですね、番組グッズではないみたいです、はい、どっから出るの？ちょっといろいろ整理していいですか。はい、はい、あ、有野さんが気になってるボーカル問題、うん、ボーカル問題、はい、もう中山さんが、もともと中山さんがとやるはずだったんですけど、中山くんがメインボーカルで、はい、後ろでキーボードやったんですよ、はい、で中山くん北海道に移住しまして、うん、すげえ君先生怒ってたもんね、はい、アクセクがあるのになんで北海道行くんですか、ね、いやそれは言ってたろそこまで怒ってないです。仕事だと思うんですけどね仕事ちゃう仕事ちゃうこんなテンプレみたいな放送作家やったことないですこの格好さあ、うんうんうん、なんと新しいボーカル決定しました。はい。なんと有野さんのご存知の方です。あの方です。サーニャですか。はい。サーニャ。サーニャではありません。どれだ。はい。お名前をじゃあ言いましょうかね。あ、はい、お願いします。ときめさんです。え？有野さんご存知のときめさんです。名字ときめさん。はい。ときめさん。はい。誰ですかときめさん。有野さん忘れてます？何ですか。サポートしてもらっ、うん、散々サポートしてもらいましたよ。ときめさんに。ときめさん。はい。サポート AD でおった？時に女でときめ時に女でときめ、え、知らないときめさん。知らないですか。みんな知ってんのかなときめさん。じゃあ、 あの CD ジャケットにですね、はい、写ってますんでご覧いただきましょうかね。ときめさん、はい、アクセクの記念すべき、はい、メジャーデビュー CD、うんうんうん、こちらになってます。え貼り付けてる。こういう人映るかな、わかるか。こっちの青い方もう寄れないですかね、いっぱい。これじゃあ近くに持ってってもらってわかるかなこれ、もうちょっと近く行っちゃおうかこれわかりますかこれときめさん、はい、ときめさんです。タスク
はい、ときめタスクさんです。17代目 AD。そこを引っ張ってもしょうがないと言いますけど、実はあの結婚したじゃないですか。はい、ああ、そうか。はい、で奥さんの名字がときめさんという名前で。あ、もう岩橋じゃないね。はい、なので今はときめタスクさんとして活動されていらっしゃいます。活動え、これが活動結婚しての活動、はい、で、ちょっとですね、あの、はい、実はバンドも並行してやってまして。並行してアクセクと並行して、もともとバンドやってたんですけども。あ、言ってたね。はい、ちょっと私と斉藤さんのオーディションの結果、合格ということで何やそのオーディション、はい、歌っていただくことになりました。へぇ、はい、ボーカル。ボーカルです。ちなみにですね、このジャケット、本家アクセスさんのですね、アクセス、セカンドアクセスっていうアルバムがあるんですけども、はい、そちらのジャケットを手掛けた方にお願いしました。なんでプロにお願いしてるの。ちょいちょいプロ挟むよな。ちゃんとした人挟むな。さあ、はい、この気になる CD の発売なんですけども、気になってんよ。ほんまかなやけど、はい、まだ3月4日、はい、博覧会の初日にぶつけさせていただきました。ぶつけ、はい、ぶつけんの、はい、一緒に買っていただこうかなと。あ、売店で帰りにってこと。もう、ね、言わさず1000枚吸っちゃったんで、何としても売らないとならないんですよ。この CD の売れない時代に。え、もうじゃあ全部1000全部にサインつけた方がいいんじゃない。いや、もうだから手売りしないとですね、はい、だってもうプレイヤーないって人が多いんですからね、今サブスクが増えてるもんね、はいはい、1000枚。そうなんです。歌舞伎座で。歌舞伎座でじゃないですけど、まあ、あの、もう呼ばれれば歌舞伎座にも行って、あの全然、はい。へえ。さあ、そして3月12日、この渋谷 HMV でですね、はい、あのイベントスペースがありまして、そこでちょっとお披露目会を。え、どこ、渋谷で。はい、ここの HMV で、まあ、ずっとやってる中の1日ちょっとステージをお借りしまして、はい、はい、アクセクのお披露目イベント。ときめさんも、はい、なんと今ときめさんとお電話がつながってるそうです。あ、そうなの。もしもし、それもしもし。もしもし、あ、ときめさんですか。はい、ときめです。アクセクのときめさんですか。はい、アクセクのときめです。まだまだ体に染み込んでないですね。いや、ほんま、グループに入ったの。なんか、入れてもらいました。入れさせられる。いや、友達おらん範囲に無理やり入った感じ。入ったんや。それは自分のバンド活動とは影響受けないの。多分大な、何もないと思うんですけど。ボーカルやったんや。タスクさんもともとボーカル。あ、そうです、やってます、ボーカルやってます。うわ、そうなんや。じゃあちょっと東海道53つ歌ってもらって。ちょっと今、あの、すいません、53つ歌ってない。そうですよ、うちの大事なボーカル、そんな気軽く。失礼なんですよ、あのアーティストがバラエティー来てちょっと歌ってもらえますかって、あのくだりが。本当はダメなんですからね。ダメなの。はい、あれは本当に心よくね。サンプラザ中野さんとかやってくださいますけど。なんでサンプラザの。いやいや、あのね、すごくバラエティー対応していただける方と。はい、というわけでタクスクさん、あの、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。はい、すいません、よろしくお願いします。渋谷がデビューみたいやけど頑張ってくださいね。あれ、なんか頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。実はタスクさんにもエンディングラチュレーションちょっと声は入れていただきまして、あの、その音源をですね、この後16時からちょっと公式 YouTube の片隅をお借りしまして。え、ここで、はい、この配信のチャンネルで。アクセクがどうやって成り立ったかっていう VTR とちょっと朝倉さんも出てます、それはね。えぇ、すげえ。いや、すげえ。あの、交渉のところとかも前に出た。あ、前のやつを CS で放送したやつをちょっと使ってるってこと。あとタスクの歌のちょっと一節と、あと私の、あの、アクセク、アクセスさんのオマージュ MV もお付けいたしまして、自分で編集したの。いや、あの、それも放送で一緒に猫カフェで見たやつですね。あれか、お願いします、みんな、皆さん見てください。あの、
アクセクのだけ再生数9000とかだとちょっとあの肩身が狭くなっちゃうんで、あの全然関係ないやろって。そうですか。キベさん、あの曲はエンディングラチュレーション以外にあと3曲作るってことなんですよね。はい、あのもうだいぶ楽曲はできて、あとは仕様今調整してました。あれは入るんですか、はい、あのザリガニロックンロールは入るんですか。ザリガニロックンロールはあのサードアルバムぐらい。ザリガニロックンロールないの。ザリガニロックンロール。いてててて始まる。ザリガニロックンロール楽しみにしてんだけど、あの入んないのかな。あの多分カンスさんはお分かりだと思うんですけど、斎藤さん日頃すごい温厚なんですけど、うんうん、この曲作ることだけに関してはめちゃくちゃ厳しいんですよ。そのお遊びみたいなのはちょっと、うん、ちょっと不真面目だなっつって、うんうん、PV もだからちゃんと撮ってほしいみたいなこと言われてるんですけど、だこの歌舞伎メイクとかもちょっと下打ちしてるかもしれない。大嵐キベザコかっこよく、かっこよくしてほしい。はい、というわけで、はい、というわけで、すいません、お時間いただきましてありがとうございました。というわけで、あのなんとか手売りでも何でもしまして、はい、なんとか売れるように。全箇所イベントやらしてもらったらいいんじゃないの。200枚ずつこの200枚ずつ持っていくのかとかは知らんけど、はい、全部 HMV 回ればいいのに。まあ売るのは売れると思いますけども、うん、はい、じゃあちょっと売りに行くなりどっか行きたいと思います。行くのはなんかどっか、はい、あのちゃんともうあの弾けるようにレッスンもしてますんで。弾けるのとこれが機能するのはまた別やん。そうですね、これも直す動画もあの、うん、もしこの評判が良ければ直す動画もちょっと、はい、直す動画をここで流すのは、ね、リペア動画人気ですよ結構。リペア動画、はい、人気、もうドロドロのバイクとか見た。そうです、そうです。すげえ面白いもん。キベさん、はい、もう4時回った。あ、すいません、すいません。失礼いたしました。なんだ、そうか。あ、急にクリスマスモード出てきた。あ、なんだ、どうした。あ、サンタの帽子くれって。一応最後、最後です。なんで最後そのこだわるか全然わかんない。あ、似合いますね。ありがとうございます。あ、赤に赤で。さあ、はい、有野さん、はい、生配信もそろそろと開きでございますけども、はい、有野さんから一言お願いいたします。はい、20周年経ったわけじゃなくて、今で19年で、今年、あ、来年か、23年が20周年になるという年で、20周年イヤーで、いろんなことをやらせていただいております。この YouTube も、いろんな人のお手伝いがあって、できることになりました。ただ、あの有野真也個人チャンネルに比べたら全然こっちの方が爆上がりなんで50万超えてるんですけど、有野さんまだ2万ぐらいですよ。なんだこの差は。有野さんにコントローラーないとこんなにも差が出る。非常にショック受けてます。そのショック受けてるのをこっちであのなんか爆発させようと思って20周年も引き続き、ご覧ください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゲームセンター CX、大晦日にはですね、はい、毎年恒例の年越し15分番組を放送します。はい、生放送っぽくやってますけども、当然録画ですのでもう撮り終わっております。CS やる、はい、そっちが本編なんでね。はい、はい、さらに来年はですね、うん、まあ20周年ということでかなり忙しい1年になると思いますので。そうなんだ。はい、はい、引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、アクセクキベさん一言お願いします。渋谷で待ってるぜ。渋谷そっちでしたね。俺絶対そっちの振ったと思ったんだよ。待ってます。ソーロまあまあね、こんな人たちと共に我々やっていきますのでね。、はい、引き続き皆さん応援よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは皆さん、メリークリスマス。メリークリスマス。よい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